てめえら誰に向かって口聞いてんだ。この人誰だと思ってやがる。道島の竜、桐生一馬さんだぞ。おい、マジかよ。やべえよ、あの伝説の男だぞ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、こうなったら誰も止められねえ。おめえら、死んだな。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、すいません、これで勘弁してください。しゃー、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか。待てこら。無銭飲食は良くねえな。え？この間の野郎じゃねえか。何しに来やがって。はっはー、こいつがよこした用心棒ってか。舐めやがって。俺を誰だか分かってんだろうな。この人はね、道島の竜、桐生一馬さんだぞ。え？ビビってんな。そりゃそうよ、道島の竜相手にビビらねえやつなんていねえ。おい、どうする、用心棒さんよ。桐生さん、今日のところは穏便に。冗談じゃねえ。俺は今最高に機嫌が悪いんだ。俺らを誰だと思ってやがる。どうしてもダメですかね。てめえ、俺をとうとう切れさせちまったようだな。死んで詫びても許さねえぞ。Thank you.